畑のオレンジをかき集めたはい、本日は抜き打ちファッションチェックです。ちょっと風がね強くなってきておりますがはい、本日はですね、あの2020年のコロナ禍に入社した同期たちの研修と懇談会がありまして、その名もドキドキ同期会という会に潜入させていただきます。でそこで素敵だなと思ったファッショニスタたちにお声かけをして、スナップとインタビューをさせていただこうと思っております。ドキドキ。本日はですね、ドレスコードがあるんですけれども、それがオレンジ色です。でオレンジ色っていうのはコミュニケーションを活発化させる色ということで、今日の同期会で、たくさんの人とコミュニケーションをとって仲良く楽しく過ごしていただけたらいいなという思いを込めてオレンジにしたそうです。ということで私もオレンジを取り入れてみました。いかがでしょうポイントはメインのオレンジ色のアンサンブルですね、ニットのアンサンブルをブラウンのパンツと合わせてみました。こちらはやっぱオレンジかけるブラウンということで、暖色系の色を合わせることによって統一感が出て、結構合わせやすいオレンジ色の取り入れ方だなと思って、私はこちらにさせていただきました。オレンジとブラウンだけだと結構重くなってしまうので、この白い T シャツをインナーにかませることによってちょっと抜け感を出しております。あとは足元も抜かりなくちょっとベージュ系で、あのトーンというか色味の仲間を揃えることによって完成させております。そしてこちらマチコ巻きクラシカルなイメージにしようと思い、こちらのスカーフを巻いております。どうでしょう行ってきます。突入。じゃあ本日は久々のご登場で大野さんです。広報の小野です。よろしくお願いします。じゃあ小野さんのオレンジの取り入れポイント、はい、お願いします。はい、テーマはありったけのオレンジをかき集めたワンピースみたい。ありったけのオレンジかつかんですなかなかオレンジってね、難しいですね。難しいですからね、全然なかった。あ、全然見つけてきた。でもメイクも若干ちょっとリップもオレンジみたいな感じで、はい、あとアイシャドウも、ちょっとオレンジにしてきました。アダメロペの柳田と申します。アダメロペの板平と申します。アダメロペの大野と申します。アダムッコ。アダムッコ。オレンジを取り入れたポイントお願いします。クローゼットから引っ張り出してきて、結構春夏っぽい感じだったので、重い色をちょっと取り入れて、これもちょっとオレンジに近いかなと思いつつ、確かにカーディガンを羽織ってきました。ちょっと Y2K っぽいね、90年代のシルエットでいいですね。ありがとうございます。私もオレンジは好きなんですけど、本当に手元になくて夏に買ったインナーがあったなって思いながら、メンズライクも好きなので、こんな感じでネイルもしながら。本当だ、見せてください。こっちは好きなネイルで、こっちはもうオレンジで昨日やってきました。いいですね、はい、カーキとオレンジの相性もいいですね。意外にあったから、なんかいいです。ちょっとサファリテイストな色合わせで素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。私もオレンジってなくてみんなやっぱない、急いで探してできたんですけど、やっぱりこう柳田さんが言ったみたいに、オレンジちょっと夏っぽくなりがちだなっていうふうには個人的には思ったので、ちょっとグレーのワンピースを上から重ねて着てみました、うん、このレースとかがお気に入りで
確かにこのコントラストがね、はっきりしてて、はい、ちょっとハロウィンっぽい気がして、ハロウィンだ好きでインナーとかキャミワンピとかのインナーに使っていただくと取り入れやすいですね、色物は。ありがとうございます。オーレ原宿ジョイネット端川と申します。あ、と申します。ダメラペルミネ有楽町店のラペと申します。オレンジを取り入れた今日のファッションのポイントをお願いします。インナーで取り入れたいなと思ってなんかイメージとしてはキムタク、キムタク髪もそんな感じしたわ、感じっぽいなっていきたいなと思ってチラ見せオレンジでメガネもポイントで、メガネもポイントで、これも一応オレンジの部類なのかな。確かに別光、別光のちょっと細かいところまで気を利かしている。はい、ありがとうございます。自分のポイントはアイテムなんですけど、このカーディガンで、このカーディガンを着させたかったんで、他はもう黒と白で全部まとめて、とにかくオレンジのカーディガンだけを主張するっていうイメージになりました。スタイルとか あの服だけじゃないトータルの感じがすごいいいなと思って、あの研修の時から目をつけておりました。はい、髪とかもすごい大事なので、ちょっとこれからもトータルバランス意識しておしゃれに過ごしていただければ嬉しいです。何様やみたいな。アダムエロテアメプラザ熊本店の中島と申します。アダムエロテ池袋パルコ店の福田と申します。オレンジを取り入れた今日のポイント、ファッションポイントお願いします。もともとオレンジのアイテム持ってなくて、去年の冬ぐらいにたまたまこのオレンジのアンプを買ったんですけど基本やっぱ持ってない、はい、ちょっと気に入れられてなってて、かわいい、はい、短めのオレンジ似合う感じがしないのでだからちょっとワンポイントで入れるぐらいの、ブルーの掛け合わせが割と上級者テクニックな感じ。なんかドレスコードがオレンジ、僕もあんま普段色物着ないので、ちょっと急いで T シャツユナイテッドアースでちょっと安く買った T シャツ着て、で普段こういう黒系が多いのでインナーで差し込んで着てました。バッグでちょっと色入れるみたいな、ただモノトーンになりすぎないようにさせていただきました。グリーンとオレンジのなんか補色の関係の色合わせが素敵です。お二人ともそうです。いいですね、なんかゆるい二人です。素敵です。ゆるいな。さあさっといきます。はい、行きまーす。はい、はい、はい。この日のために服を選んだんです。ヌタール、アダムエロテ、アダムエロテ、純の鏡です。でもこのメタリックのスタートがすごい私はいいなと思って、 Y2K 意識ね、楽しんできまーす、うん、ビンゴ勝ち取って、ビンゴ勝ち取りはい、皆さん同期ドキドキ会合ってる？テーマが絆ということで、僕はこの絆すごい大事にしてます。辛い時も、まあ、楽しい時もその絆で乗り越えてきたかな、今感じてます。じゃあ乾杯からこのまま、はい、じゃあ2020年、2021年、2022年入社の皆様、はい、絆を深めましょう。乾杯。景品はこちらです。休憩の時に嬉しいスターバックスの
ギフトカード、ビューティーセットとしてジュンの大人気コスメコロロッカのセット、カフェテリアポイント100ポイントそれのコーヒー、コーヒーです81番です。どうだ、あれかもまだですね18番、リンピー、リンピー、リンピー、所属とお名前をお願いします。ナンジスペアスクランブルスケートの中西です。66 47、ジュンの YouTube なんですけど、はい、なんかどっか行きたいとかありますか？しばらく海外行けてないので、せっかくなのでいただいたから海外行きたいなと思ってます。海外どこ行きたいとかありますか？久しぶりにハワイですかね。あのハワイの大先輩がいらっしゃいますので、ではここで最後に主席社長よりご挨拶をいただきまして一本締めとさせていただきたいと思います。お願いいたします。はい、皆さん、こう楽しい時間はね、すごく早く過ぎちゃいますね。楽しかったという人、はい、おー、ありがとうございます。後ろからね、皆さんのご自己紹介とかいろいろも見てたんだけど、なんかすごく、しっかりとした考えを持ってる、まあ、本当素晴らしい人たちだなっていうのをもう改めて感じました。まあ、これを機に、これがスタートなんでね、ある意味ね、こういう仲間でぜひいろんな情報交換したり、励まし合ったり、はい、知ったり嫌いしたり、ぜひしてほしいというふうに思います。まあ、最後にね、皆さんの今後の活躍を記念して一本締めでいきたいというふうに思います。株式会社2000年入社、2021年入社、2022年入社の皆さんの活躍と、それと株式会社ジュンのこれからのますますの発展を記念いたしまして一本締めしたいと思います。それではお手を拝借、よー、ありがとうございます。